いましたし今もいまますすそれでで十分できますただねあのそうは言ってもですねあの実際にその自分で農業を始めると農家になるぞっていう場合にはちょっと話がちょっと違ってくるんですよ。これどういうことかっていうと「はいこんにちは指です。今回ですね農業に必要な資格や免許は?」っていう内容でしてすみません先ほどのお断りなんですけどもあのちょっと僕今風でちょっと声やられてるんでちょっとあの。 聞き苦しいと思うんですけど、なおさらねあの、ちょっとお付き合いいただきたいなと思います。あの、農業するのに必要な資格ってあるのだったりとか、あと、免許とかって必要なのって思ったことありませんあの、自分もやっぱ収納当時そう思ったことがありまして、やっぱ食べ物を扱うから、なんか食品衛生なんとかっていうね、そういった資格が必要だったりするんじゃないかなだったりとか、あと、生態師さんとかね、開業するときにやっぱ国家資格とか、国家試験を受けて、ね、国家資格を受けて、あの、もらうみたいな、ね、なんかそういうの必要だもんね。 っって考えたたことあったんですよで今でこそ15年近く農業をやってきた中で農業にまつわる資格とかあと試験とかいろいろ見てきましたであのー、その中でですねもうやっぱ最低限ねこれっていうものがあるんですよもうこれ、ね、あの農業やってる方農家さんだったらもう皆さんね共通認識です あの免許だけです。ただね、あの、それでねあ、この免許だけですって終わらせるのはちょっともったいないんで、その他、あの、僕が実際に、あの、取った資格っていうものを、これも、あの、紹介しようと思います。まあ、ただし、あの、ちょっと、これもお断りなんですが、僕、果樹農家、スモモ農家なんで、果樹目線でお話しします。ですので、あの、今回の内容を聞いていただくことで、農業を始めるときに絶対に持っておきたい資格、免許が分かるようになりまして、もうね、正々堂々と、のびのびと農業をやってください。そういうことができるようになりますんで、これから収納するあなたや、今のうちに 取っておけばいいい資格が知りたいあなたにとってこれ参考になれば幸いです話の流れとしては絶対に必要な資格と免許これ一つ目のチャプターとしてお話ししてで次に僕が他に取った資格これについてお伝えしたいなと思いますもうなんであの最初の一つ目のチャプターの最初のね12分だけがもうこの, <laughs> あの話のキーなんでそこだけお聞きいただければなって思いますあのなおさらちょっと喉をやられてるんでちょっと今回ライトな えとトピック扱わせてもらいます。それでは早速本題なんですけれども、えー、絶対に、ごめんなさい、えっ、ーと,えー、と、農業に必要な資格や免許はですね、1、えー、つ目のチャプター,、えー、絶対に必要な免許と資格。これ何かっていうと、これも先に j s o をお伝えします。もうあの免許だけです。それ何かっていうと、普通自動車第1種運転免許。もう自動車免許です。 あの、これで十分ですし、正直ね、他いらないです。あの、これだけで農業できます。これなんでそう考えるかっていうと、もう、そもそもやっぱ農業をする上で、軽トラはもう必須なんですよ。軽トラを運転するからひ必要ですっていうことなんですね。で、なんでね、軽トラ必要かって言ったら、もうそれはね、あの、肥料を乗せたりとか、あと狭い道入ったりとか、農道って結構狭かったりとかするわけですよ。で、あと出荷しにね、行ったりとかするわけですよね。 で、逆に、あの、運転免許がなかったらどうなるかっていうと、畑と畑の移動もね、ちょっとままならないと、あの、畑の移動さはちょっとできなかったりとか、あと、そうですね、もう、いろんなやっぱ物運ぶ上では、もう、軽トラがね、一番活躍するんで、あの、やっぱ運転免許、これは必須です。ただ、あの、ここまで聞いて、あの、オートマ限定だけど、 農業でできるるるののかなっって思思われる方はいらっしゃると思うんですよあの結論を言うとあのできますオートマ限定であってもあの軽トラもですねやっぱオートマ車っていうものがありますしあと納期えっとそうですね乗用モアだったりとか草刈り機あの乗って走る草刈り機だったりとかあと 火事だと SS って言ってあのスピードスプレイヤー、えー、と防除する機械ですね。あれで HST 仕様っていうものがあるんですよ。この HST 仕様っていうのは、こう、えっ、ー、となん、なんていうか、えっ、ー、と、速度無断変速機っていう名前ですか。要は、あの、そのレバーを前に倒すと前に動く、後ろに倒すと、えー、後ろに動くっていう、もうほんとただそれだけなんですよ。これってマニュアルの免許を必要ないじゃないですか。もう、あの、オートマ限定で全然運転できますよね。あのー、 なので、まあ、運転ね、マニュアルの免許なくても、乗りはできます。特にですね、あの雇用収納っていうんですかね、あの法人収納される方であれば、あの場所によっては、オートマ限定でも全然大丈夫だよっておっしゃってくれてるところはあると思うんですよね。あの、そうですね、まあ、うちもオートマ限定で行きます。まあ、基本、基本オートマ限定で行きます。あの、オートマの軽トラもありますし、あと、草刈り機もね、もうもちろん、あの、 hst でやってますんで。なので、うちで働いてくださっているスタッフさんでも、オートマ限定っていう方、いますね。いました。いましたし、今もいます。それで十分できます。ただね、あの、そうは言ってもですね、あの、実際に、その、自分で農業を始めると、農家になるぞっていう場合には、ちょっと話が、ちょっと違ってくるんですよ。これどういうことかっていうと、世の中に出回ってる軽トラっていうのは、ほぼほぼね、マニュアルなんですよ。 ああのまあ、そうですね9割ぐらいマニュアルなんじゃないですかねあの僕調べなんですけど9割はもうマニュアル車ですしあと納期、ね、トラクターとか SS とか女王もまあねこれもあジョヨもアはそうでもないかトラクターと SS は、えー、とマニュアルが多いです。 マニュアル操作のものもがほとんどですねであの農業をやり始めるその収納時期ってお金がとことんやっぱないじゃないですか他のところにね使ったりとかあのやっぱお金に余裕がないわけですよそういう時にえ農機を買う時ってやっぱ中古を考えると思うんですけれども あのやっぱ軽トラの中古だったりとか、えー、草刈り機常用草刈り機 SS の中古ってなると圧倒的にマニュアルが多いんですよ。あの中古のエイトエディ、えっと <laughs> 中古のオートマはやっぱめったにないですし、あのもしオートマがあったとしても。 同じ条件のね、あのー、車種っていうんですかね走行距離だったりとかねパートタイム 4WD だったりとかそういう同じ年式とかね同じそういう条件であってもマニュアル車よりもオートマの方がね若干割高だったりとかしますいろいろねやっぱそうやってエリゴノミできる選べるのはやっぱマニュアル車なんで、うん、そうですね地域の農家さんもみんなほぼほぼ、えー、マニュアルで走ってますスケートラバーですので例えばですよ 一緒になんか地域のね、えー、作業をしたりとか、あと畑手伝ってくれたりとか、その地域の農家さんが来たときに、あの、ちょっとね、俺の軽トラ、そこで邪魔だからね、キャタスかけられないからそこちょっと移動しといてくれるって言われたときに、いや、自分オートマ限定なんでちょっと運転できないですよっていうね、ちょっと、ちょっとあの、融通きかないですよね。やっぱマニュラル車運転できないと、やっぱちょっときついなっていうところ、やっぱあります。あとですね、マニュラル車 のの方がいいい利点としては、えっと、重いものを乗せた状態で荷台にね荷台に重いものを乗せた状態で坂道を登るときそういうときにもうオートマだとねほんとしんどいんですよもうねアクセルグワーってアクセルじゃないかエンジンのね回転数がグワーって上がって、ね、回転数が上がると今度オートマって次の、えっと、シフトに行ったりとかするじゃないですか。 ギギアかギアかかに行ったりすするじゃないですかそうするとね力がなくなってでまた下のギアにねあのまた入ってってこのその繰り返しでほんと逆にあのマニュアルの方だったらねもうずっと二速でねグワーってねあの行けたりとかできますしあとあのデコボコした畑の中そういった時もやっぱ力強くねずっと走るってなったらうーん やっぱオートマだとちょっとしんどいなって感じは僕の中であります。でですね、あの、ちょっと僕今回、えっと、HST 仕様の納期とかあるから、オートマ限定でも大丈夫でしょうって思って、あの一応調べたんですよ。で、そしたらですね、 あの果樹栽培してるとやっぱ防御するのにこのスピードスプレーヤー SS っていう大きなね納期赤いダンゴムシあれ使ったりとかすることあると思うんですがねこれ世の中マニュアル操作の SS ばかりなんですがやっぱ中にはね最新のものだったりとかするのは h s t c ねレバーだけで動くっていうものがあって僕の中ではあじゃあねオートマ限定でも大丈夫なんだなって思ってたんですよ。 ね、それならオートマ限定ね解除しにわざわざねお金払ってマニュアルの免許になるってそんな必要ないじゃないですかオートマでもいけるねと思ったんですがあの実はこれ NG らしいですあのというのもですねえっと丸山製作所の、えっと、SS のカタログこれちょっと見てみたんですがあのやっぱこう記載されてたんですね SS の運転には普通自動車免許が必要ですまあここまではいいとその次です HST 機もオートマ限定免許は不可ですって書いてあるんですよだからオートマ限定の人はあの SS 乗れないんですよねもう全てにおいてああそうなんだなってこれなどういう理由なのかちょっと分かんないですけどで実際オートマ限定でも全然ね走れるとは使えると思うんですよ SS だけどオートマ限定で SS 乗っちゃダメってねああそうなんだってねちょっとうん僕もちょっとびっくりでしたね なんかこういうことがあったりとかもう圧倒的にマニュアルの免許を持ってた方が有利なんでもうこれからね自動車免許を取るっていう方だったりとかあとオートマ限定しかないんですよっていうほぼほぼね大半そういった方は多いと思うんですけれどもおとなしくマニュアル免許にしましょう。 あの、普通免許はマニュアルの方が圧倒的に有利ですし、やっぱ便利だと思います。はい、ここで一旦話を振り返っておきますと、絶対に必要な資格、免許は、えー、これたった一つです、えー。普通自動車第一種運転免許、カッコマニュアル。はい。あの、これだけで十分だと思います。ただ、あの、ここまで聞いて、あの、まあ、そうは言っても世の中にいろんな資格があると。 でその中で農業に役立つ資格免許ってなんかあるんじゃないそういったのなんか役立つものないのって思われるかもしれないんですがあのそこでねあの僕がこの15年近く農業やってきてで実際にね必要になった資格っていうものをちょっとお伝えしようと思いますがそれがあの次の2つ目のチャプター、えっと、僕が他に取った資格についてです、まあ、正直ちょっと資格じゃないんですよ修了証ですね その講義を受講したというその修了証なんですけれども、その一つだけです。その一つだけでして、それは何かっていうと、小型車両系建設機械運転特別教育修了証です。はい、これどういうものかって言ったら、えっと四保バック保ですね。 あの、それを使うために僕取りました。で、これどういう時に役立ったかっていうと、えっと実際ですね。あの農協から4本を借りる爆破を借りるっていうことがあってで、その時にね。この修了証がないと借りれないんですよ。で、あの爆破はやっぱ持てないですし、お金なくてあの維持費もね。かかりますし。 圧倒的にあの借りた方があの便利なんですけど、安上がりなんですけど。あの、そうなんですよ、ユンボを借りるときこの修了証がないと借りれなかったんですよね。なので、えっと、この修了証を、えっと、そうですね、えっと、農大かな。農大、外部、外部の人間が、その農大で、自己、そういうコースを取れますよっていう案内があったんで。あの、受けに行って、で、このおかげで、あの、果樹のこの抜根。 伐採した、ね、この切り株をガスって取ったりとかあと畑の整地きれいに、ね、平らにしたりとかあと掘削っていいんですか穴掘ったりとかそういったことを、ね、自分でできるようになりますあのこの終了証がないとあのじゃあユンボ借りれないのかっていうとあの一応借りれはするんですよただしオペレーターがつきますその操作する人ユンボを操作する人があの一緒になってついてくるんですねななのでそうなると えっと時間あたりの金額がぐ,ぐっと上がるんですよね。確かね。えっとじまあ、時給っていう表現がちょっと合ってるかどうかちょっとわかんないですけど、あの70001時間あたり7000ぐらいだったと思うんですね。だから、例えば朝8時からえっとお昼の12時まで。 この4時間だけちょっとお借りしたいです使ってあの使いたいですってなった時に終了しょうがないとそのオペレーター付きになるわけですよってなるとその4時間でえー、っとだから7時28だからまあ3万円近く取られちゃうわけですよねねえんかちょっと4時間でそっか3万取られるのかってねもう本当にこのオペレーターねちゃんとおさぼらずに仕事してるかってこうね目光らせちゃう風にになっちゃいますけどね暗黙のこの <laughs> 暗黙じゃないか沈黙の なんか、プレッシャーを与えながらみたいなね。あの、そうなんですよ。取られちゃうんですよね。で、収納当時は僕、本当にお金余裕がなかったんで、まあ今も余裕ないんですけど、なので、それだったらね、自分でやりますっていうことで、で、自分でやりたいってなって、えっと、バックホーの、えーえー、講習会、受けに行った覚えがありますね。あの、これは結構、取っておいて、えー、損はないかなって思います。で、あの、ここまで聞いて、あの、大型特使。 大型特殊免許だったりとかあと牽引免許あのそういったの必要ないんじゃないあの必要だったりするんじゃないって思われる方いらっしゃると思うんですよ。あのた例えばトラクターですよね。あのトラクターも何だったかな ?35 キロ未満だと小型でそれ以上だと大型みたいなねなんかあれじゃないですか。であとなんかね引っ張るトラクターでね牽引するってなったら、まあ、その牽引免許ね必要って じゃないって思われるかもしれませんがあの,実際のところあの僕持ってないですあのこれ本当リアルな話すると周りの農家さんでそういったあの大型特殊とか経威免許を持ってる人って多分ほぼほぼいないですね。というのもこれ何でかっていうとちょこっとねその辺の農道を走るだけ走って隣の畑に行くみたいな,なんかそんな程度なんであの基本的にそのなんだろう地域 農業やってるその地域内でまあちょこちょこっと移動するだけなんであのまあそれだったらなくてもいいかみたいなね感じであの免許を皆さん持ってないのがやっぱ実情ですねあの厳密に言いますとやっぱ行動なんで免許って必要だと思うんですよだけどまあちょこっとねその辺走るぐらいだったらってことであの皆さん持ってないっていうのがリアルな話です。 なので僕もやっぱ持っぱてないですねあのもちろんあの遠くにこう走らせるようなあのかなりね大きな道走って遠くまで行くっていう方はあのそれこそトラクターにねえっ、ー、とナンバープレートちゃんとつけてでねあのなんだ多分それつけてるってことはちゃんと資格あごめんなさい免許を持ってたりとかすると思うんですよはいえっ、ー、とここまで聞いてあのなんかそういうトラクターだったりとかあのユンボ ね、そういったのを、じゃあ、あの使うことがあるんだなって、ね、やっぱわかるじゃないですか。そういった時に、あ、そういうトラクターとか、あのユンボとか、持っといた方がいいのかなって。思われる方いらっしゃると思うんですよ。これ、すみません、ちょっと今回の,あの資格とか、免許とかね、その話からちょっと脱線しちゃいますけれども。あの、これ、僕、先ほど言いましたけれども。あの、確かに、こう、自分で持っている場合だったら。もうすぐ使いたいっていう時にね、こう、動かせたりとかするわけですよ。 やりたい時に、えっと、そのねユンボで穴掘ったりとか抜本したりとかそういったことできるんですけれどもあのー、でもちょっと冷静にちょっと考えてもらうと先ほどの例で朝8時から、えっと、12時まででまあ4時間で2万8千円3万円近くだから丸1日8時間とかなったらえっと5万6千円とかあのそれぐらい取られるわけですよね。やっぱ痛いじゃないですか。 オペレータータ付きだとだからそれだったらねあのー、まあ自分で買ってユンボを買ってとかねやろうかなって思われる方いらっしゃると思うんですけど、あのー、ユンボを使う機会って年に本当1回あるかないかっていう本当そんなレベルなんですよ。でそのためにねえっ、ー、と780万の,そのユンボ買ったりとかしかもそれ所有すると免停しないといけないわけですよねオイルだったりとかそういったのを やらないといけないコストだったりとかあの手間だったりとかでそういうのを考えるとあの年にねその1回1日やるのに、まあ、56万かかってでももうそっちの方が断然なんかちょっと安上がりだなって僕の中で思ったんですよなので僕の中ではそうですね結果的にそのオペレーターさん付きであのバックホーとかやってもらってるんですよもうそもそももう時間がないあのやってる余裕がないんであのお願いしますって感じでやって。 お願いしてるんですけれどもこの15年近くやってきてオペレーターさんにお願いしたのって多分ね4回とかそんなもんなんですよそんぐらいだけなんですよねだから4日間4日間とかまあ4日間ちょっと言い過ぎからあのうんまあ 6, 6日間とかなんかそんな程度なんですよなんかそれだったら単純にねえっと1日5万6千円かかっててかける6でやったら36円 えっと、3万3600円ですかそれぐらいじゃないですかあ33万か33万6千円じゃないですかだけどあの中古でねえっとなんだ新品だったりとかでね780万で買うよりはもう全然お金出てってないですよねでしかもレンタルするんであればあの 農協から借りるんであれば、その機械をちゃんと農協側が整備してあるわけですよ。ちゃんと動かせるように。いざね、あの、なんだろう、農機具の中にユンボしまっておいて、で、じゃあちょっと使おうかっていう時にね、あれなんか動かないだったりとか、なんかそういったことを、やっぱ、あることを考えると、なんか圧倒的にやっぱ借りてた方が、あの、こっちとしてはメリットあるなと思って、それで僕、あれです、えっ、ー、と、そういったものは買ってないですね。やってないですね。ごめんなさい、ちょっと水飲みます。 ごあのほんと寒くなって急に、うん、あの喉、ー、に来ちゃって、うん、そしたらなるべくすぐ治せますんで飲みますねそうそうん、はいあのー ぐらいですはい、こんな感じで農業にプラスになりそうなことをコンテンツにしています。あなたにとって僕のこれまでの学びや経験、考えが参考になれば幸いです。参考になりました YouTube をご覧のあなたはグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またですね、あの、ポッドキャスト、音声を聞きのあなたはぜひフォローをよろしくお願いします。すごく嬉しいです。そしていただけると。また、メンバーシップ YouTube でやってますんで、収録も感じた個人的な話、ちょっとしてますんであの、気になる方はチェックしてみてください。最後に、あの、皆さんが聞いてみたいトピック、あの、募集してますんで、概要欄にリンク リンクありますので、ぜひそちらから教えていただき,いた,だきたいですはいそれではまた別のコンテンツでお会いしましょう終わります <laughs>